1961年式フェラーリ 250TR。ジオット・ビッザリーニがボルピのスクーデリアセレニッシマのために改良したものジョバンニ・ボルピディ・ミスラタはベネツィア出身の自動車レーシングマネージャー。彼は24歳で父親のジュゼッペ・ボルピの財産を継承した。父親のジュゼッペは政治家、投資家であり、有名なベネツィア国際映画祭の創設者であった。 ジョバンニ・ボルピは、レーシングチーム、スクーデリアセレニシマを創設し、間もなくフェラーリのベストカスタマーの一人となった。1961年のストライキの後、エンツオ・フェラーリは、ボルピが2台の 250GTO を注文したのに、対して販売を拒否し、ボルピは、エンツオの怒りを感じた。ボルピは、アウトモビリ・トゥーリズモエスポルトに対して、資金を提供し、 元フェラーリの技術者たちが起こしたチームに支援を行った。第二次世界大戦中、ボルピの父親はムッソリーニ内閣の財務大臣と首席顧問を務めた。彼は緊縮政策のいくつかを策定し、戦後卒業を免れた。彼はまた、マゼールのビラ・バルバロを購入、レストアし、バルバロ家が建築した当初の姿を再現した。ありがとうございます。